ピーボンバーボン、これにてイコールラブ6周年コンサートは終了いたしました。金テープをたくさん持っているお客様は、知らないお友達にもワケワケして帰ってください。ピーボーバーボン。っていうアナウンス入れようか。知らないお友達はお友達じゃないよね、絶対ね。違うよ、あの現場にいる人はみんなお友達だから、みんな仲良しフレンドだから。でも知らないみたいなでも詳細は詳しく知らないみたいな、この人のことだから知らないお友達怖深く考えたら怖いけど同士、うちらもみんなも同士。マブヤで、マブヤで、うん、アナともみんな友達、イエーイイエーイ、マブイエーイねえ、アンジュのお友達作って、すぐ作れるよ。そう、これから友達になっていけばいい。そうだよ、2日目だけでも来てくれてありがとう。お話し会来てくれるの、ヨコちゃん、ありがとう、待ってるね。一人で行くかも、だからみんなマブと思いながら行く。マブだよ みんなマッチングが来てほしいの。めっちゃマッチングをみんな言うじゃん、マッチング待機って。結局でもマッチングしてんのか、本当に。またマッチングあんちゃん企画欲しい、いいよ。じゃあハッシュタグアンナルームを使っていいよ。ハッシュタグアンナルームで、ツイッター上で、今日アナの配信見てて、私は女の子の何歳の関東です、いいねしてねってしていいよ。アンズーだよって。あれかな、アンズーでさ、また写真とか撮るのかな、周年の時。1819って、本名と卒アル載せなくて大丈夫です。みんなの個人情報私守りたいので大丈夫です。じゃあそのアンズの写真にさ行けばさ、あれなんじゃない、友達が増えるよきっと。友達が増えるよ。アンズ男子会とアンズ女子会してよ、どっちも行きたい。あ、でも男子会私入れてもらえないか普通バーベキューもありますよ。待って、それ知らなかった、初知りなんだけど。ずるくない、そんな私がバーベキュー好きなの知ってて呼ばないって、私のこと呼ばないってさ、ひどくね、ひどくね今度バーベキューなのよ、だってひどい、誘われてない、やんだ、マジやんだ。今日の髪型好評だ、嬉しい。来てくれるのって、え、オフだったらね。9月、でも9月ほぼオフないわ、ごめんちょっといけないわちょっといけないんだ、ごめんね。9
9月24日なの。もう日にち決まってるんだ。でも今すぐスケジュールが分かんない、ごめんね、ごめんね。924か、対面お話し会の次の日、うん、分からん。分かんないですね。うん、行けたら行くね、行けたら行くわ。来ないやつ、来ないくないよ。行けたら行くね、楽しみだな、楽しみだったんだ。だってアンズとバーベキューだもん。空にもあるあげよう。かわいい。みんながそうやってアクスタとか生写真で写真撮ってくれてたり、パンダで写真撮ってくれてたり、全部かわいい。本当にありがとう。なんかさ、バースデー誕生日の時とかもさ、こうみんながさケーキ用意してくれてたりさ、本当にそういうことをしてくれて、もうみんな大好きって思ってる。大好きです、本当に本当に大好き、ありがとうございます。本人不在の誕生日会の方が気合い入る。そう、なんか広島のね、そうそう、私が MV で行ったところとかもこう行って写真撮ってくれてる方とかもたくさんいて嬉しい、嬉しいです。集合写真の撮影係したこと、あれって誰が確かに撮ってんの。なんでお豆ちゃんも入りなさいよ、あなた。入りなさいよ、今年の誕生日もやるよって。誰が撮ってんの、他のメンバーの推しの方が撮るの、そういう時ってお互い撮り合ってんのかな。なんで顔隠していいじゃん、こうやって顔隠してもいいから入ってよ、みんな、みんな。やだやだなのがやだ。広島に就職するの。顔出し NG ですって。周りの方に頼んでる。あんちゃんのその服と髪型めっちゃ可愛いと思いながら配信見てました。ありがとう、ありがとう。三脚ね、なるほどね。亀子さんの一眼レフで撮ったらいいんじゃない。携帯で撮ってんのあれ。亀子さんの一眼レフで撮ったらさ、めっちゃさ綺麗になっちゃう。毛穴まで見せちゃおう的な。毛穴までみんな毛穴かっぴらいていこう。ナータンの卒婚の時撮らせていただきました。なんでみんな撮影係させてもらおうとって、なんで撮影係の方やねん、入ってくれ。みんなみんな撮影係ちゃうよ、撮影係は三脚で。私の毛穴見せてあげる。見せてあげる。福岡の時はリサ推しの方が撮ってくれたらしいよ。かわちい。なんなら私が撮ってあげたいな、アナが撮りたい。撮影係の撮影係したい、撮影係の子を撮りたいってこと、どういうこと、どういうことですか。
真ん中で寝っ転がってください。学校で別にあんな前で寝っ転がるような子じゃなかったよ。てか女の子はそんなことしないか。男の子が大体やるのって。そんなことしてません。コラボ6周年おめでとう。ありがとう。6周年だって。なんかね、6周年長かったですかとかってよく聞かれるんですけど、うん、ちょっと待ってね。アンコール小さいから寝転ばなくても最善で大丈夫だよ。ハートじゃない、ハートついてたらいいと思って。そうやって、本当にもめめもう本当に困っちゃったんだから。本当にハートついたらさ可愛く聞こえると思って。可愛いんだから。はい。そしてそう、なんだっけ、そう、長かったですか早かったですかみたいに聞こえられるけど、なんかどっちかよく分かんないんですけど、みんな的にはどう思いますか。どう思いますかね。私的にはまあ、うん、まあ、6年か6年経ったのかって感じ。そう、早い早いのかな。うーん、分かんない。別にめっちゃ早いっていうよりもめっちゃ長いっていうのも分かんないけど、なんか、はあ、7年目に入ったのかって。なんか東京に来て上京して7年目、もう7年になったのかって思ったらちょっとなんかびっくりだよね。もう東京にそんなに住んでるのかって思ったらちょっとびっくりするし、なんか友達とかにイコラブでももう6年経ったよみたいな、7年目だよって言うと、え、もうイコラブってそんなやってんのって言われるんですよ。だからそう、ね、19歳だった私も25歳になりまして、次は26歳になる。まあね、確かにコロナ禍もやっぱ私たちのね、そのまあいつでももちろん大事な時期だけどさね、コロナもあったし、うん、確かに10代だったはずなんですけど、いつの間にか20代後半に10代後半になっていました。でもなんかファンの方もみんな一緒に大人になってるからね。懐かしいなって思います本当に。なんかこの前さ、上野、なんかそのこの前というか今日か、写真を見てる時に上野のね、なんか前夜かな、確か前夜クリスマスらへんにあった多分イベントで、なんかその写真とかが出てきて、え、めっちゃ懐かしいって思って、思った。そうそう、僕クリの時懐かしかったです。まだ多分その頃は男性の方が多かったんじゃないですかね。方が多いって言ってる。まだ男性比率の方が高かったんだと思う。いつから女の子が増えたんですかね。そうね。それはなんか取材の時とかにもすごいなんか聞かれるかも、みんな。でもさ、そういうアイドルさん多いんじゃない、きっと。なんか昔より女の子が女の子を推すっていう文化が
全体的にイコラブだけじゃなくて全体的に増えたんじゃない、きっと。違うのかな、イメージ的に、その世の中的に増えたんじゃない。それもがちょうどうちらも重なったんじゃないってのもありそうね。すごいよ。でもね、なんかそれすごい取材とか私も聞いていただくことを結構最近みんな多いですよね。多いけどなんかアンナは分かんないんですよ。自分がさ、そういうグループの中でもさ、別にそっちのメンバーじゃないじゃないですか、どっちかといったら。私は半々ぐらいとかだから、私はいつも「何ですかね」「そうですね」って悩みながら答えてる。多分こうなんじゃないですかって。そう、もちろん私も女の子のファンの子はすごい増えてくれてあれなんだけど、多分全体メンバーの全体で見た時には私は違うから、そう、私は半々ぐらいな気がしますねって。うん、小札とかも半々ぐらいだったからね。うん、でもさ、なんかあれなんだよね、そういうなんか世間的にはそのなんか女の子が多いのが珍しいっていうので結構取り上げられることが多いじゃないですか。なんかその番組さんとかでもなんと女子の割合がみたいな。だけどなんかもちろんそれはその世間的に見て珍しいからそういうふうに紹介していただいてて、それ見た時も「えそうなんだ珍しいね」ってなるじゃないですか。だけどあの男性の皆さん、それで僕たちの割合が減っていってしまうのかって思わないでください。思わないでね。だからそういつもそういう話をしてたりすると、私はみんなさそうやって思ってないかなって思うから。そう、からみんなあんなから離れていかないでね。そう、母数をみんなでイコラブのことを好きでいてくれてる方を、別に女性でも男性でも誰でもいいの、誰でもいいと言ったらなんか言い方悪いけど、そのね、みんな女性に好きになってほしい、男性に好きになってほしいとかじゃなくて、みんなにイコラブのことを好きになってほしいなって思います。だからそう、だからでも男性の男の子がこう私のことを応援してくれて好きって言ってくれて、そういう気持ちになってくれることめっちゃ嬉しいし、女の子がでもその憧れてるとかそういう目で見てくれたり、アンナみたいなアイドルになりたいって思ってくれたりすることもすごく嬉しいんですよ。だからどっちも嬉しいです。どっちも平等に嬉しい。でもなんか本当になんかすごい、でも心に残ってるのは一回なんか指原さんがインスタの質問箱とかでなんかアイドルになりたいみたいな、どういう子がみたいな、アイドルのにとって大事なことみたいな質問があった時に私の名前を出してくださったことがあって、その後にその子からそのコメントが来て、その子がアナちゃんにすごく憧れててって、だからアナちゃんの
名前が出てって言ってくれてて、私もアイドルになりたいんですって言ってくれてて、もう本当に可愛いって思って、すごいそういうのとかも記憶にあるんですよね。だからそういう私たちイコラブがこう上の先輩のアイドルさんに憧れてこうやってアイドルになったように、今私たちイコラブに憧れて何アイドルを目指したいとか、こういう女の子たちになりたいって思ってくれるような子が増えたら嬉しいなって思いました。分かんない、その子が今アイドルをしてるかどうか分かんないけど、なんか嬉しい報告とかが来たらあんなも嬉しいなって思うし、でもリアル実際に握手会に来てくれてた子が今すごいアイドルになってる子もいるし、本当に何があるか分からないから嬉しいなって思う。コラブみたいな素敵な人になりたいですって優しい。そう、コラブが好きっていう気持ちイコールな関係なので、私たちも皆さんのことが大好きですね。本当にやりがいだよね、それって。めっちゃやりがいだなって思う。両思い、コラブちゃんのキラキラに魅了されて、森がなった、なんだ夢ができたよって、やん、かわいい。夢って大事。涙腺があって、森のくまさんありがとうございます。ジッスンタマありがとう、ありがとうございます。6周年、ありがとう。6周年タマ、ありがとう、ありがとう、ありがとうです。5周年のオープニング映像みたい。あー、森に吸い込まれていくみたいなやつだよね。こっちか、ありがとう。懐かしいね。あ、4周年だって4周年、懐かしい。よく覚えてんね、みんなよく覚えてんね。プリキュアみたいで可愛かったなって。え、森が6周年、ねえ、ちげえわ森が4周年ね。もうわけわからん。6周年はなんだろうね、みんな。あの、まだ知らないよどんなテーマだろうね。次はどこに吸い込まれていくかなどうしよう、これでさ、本当にさ、森がテーマだったらどうする。6周年6周年森がテーマだったら私匂わせしてることになっちゃった。キャーキャー、絶対森じゃないでしょ。絶対森じゃないと思う。私的には森がテーマなことはないと思うから。リサウォークダメだよ。リサウォーク可愛かったけど、なんかあれでしょ、卒業フラグ立ったって言ってた、確か。なんか言ってたよ、怖い怖い卒業フラグじゃねえからやめてリサウォーク見て卒業よぎって号泣したからってリサ違うよ、みんな可愛い演出なだけだから。緊張が走ったみんな言ってた、なんかそれ、そう、夏マトピア、そうそうそうサナがね、うん、勝手にどんどんフラグが立っちゃうからさ。
サナめっちゃ否定してたよね。そりゃそうよ。リサボーク絶対緊張したよね。可愛かった。でも勝手に卒業させんなって怒ってた。それはそう。それはそう。大人になってもバラード歌ったりしてほしい。どういうこと？体が動かなくなったらってこと？その思うようにこう体力的に動けなくなったら歌だけ歌っといてっていうこと？そういうこと？バラード歌ってほしいってさ。なんか踊んなくていいかなみたいなこと？めっちゃおもろい。どういうお願いなんほんまにさ。めっちゃウケるんだけど。無理。神は無理かなじゃないんよ。記憶も無理なんよ。足蹴った瞬間全員退場よ。全員無理よ。ぎっくり腰よ全員。友達がアイドル押しちゃうと卒業しちゃうから押せないって言ってたって。難しいよね。でもさ、なんかその一個のアイドルの人生をこう一緒に歩んだって思ったらさ、なんか素敵じゃない？でも別にそれは卒業とか関係なくしてもさ、確かにさ辛いかもしれないけどさ、絶対辛いのは辛いけどさね。でも永遠じゃないって分かってても永遠でいてほしいって思いながら、でもすごく人間だなって思うよね。なんか生きてるなって思わない？生きてるなって思って、あーアイドルも生きてるんだな、自分も生きてるんだなってさ、こういろんな感情になりながら、もう正直推しでさ落ち込むこととかさ、きっとなんだろう、自分が病んでしまうこととかもさ、こうたくさんあると思うけどさ、でもなんかめっちゃ推しと一緒に笑えた時とか、このグループ応援しててよかったって思った瞬間にさ、なんかもっとさこう感情が爆発するしさ、でもなんか永遠じゃないからこそ尊いなともきっと思うし、私は自分にじゃなくて自分も推してるじゃんからこそ、そう、だからね、まあ、今866聞いたらってね。推しは押せるときに押せって言うもんね。それはそう、それはそうだよね。だから私はそうやって出会えてよかったって思う。めっちゃこういつ出会ったなんて関係ないし、いつも言ってるけど、そのファーストの時から応援してくれてる、セカンドの時からサードの時からそれぞれあると思う。今から好きになってくれた、数ヶ月前に好きになってくれた、もしかしたらカウントダウン TV を見て好きになってくれた方がいるかもしれない。そういう方が今から押してもいいのかなって思うかもしれないけどさ、そうやって思った瞬間にやっぱね、そこが運命、その日がどうしようって思った日が運命かもしれないので、その出会った日をみんなと大事にしていこう。いつもなんかファンの方が今日で出会って何日なんだとか、今日で初めて握手してなんか何年なんだ、丸何年なんだとかっていうのを聞くと、あのすごいね、なんかいつも見ながら、あ何年かありがとうって思ってる。わかる。なんか後悔したくないからさ応援しちゃうよね。私もそうだもん。
ね、だから6周年のコンサートも来れる方ときっと来れない方が、まあ、平日っていうのもありますし、学生さんだったりお仕事の都合だったり、まあ、やっぱあとは関東だしねだったりで来れないよっていろんな理由でいると思うの。本当にみんなそれぞれ、私たちがどれだけ来てって言っても難しいっていう方はねいらっしゃると思うの。だからそれはもちろんしょうがないし、そうだけど、もしね迷ってるよっていう方がいらっしゃったら、迷ってたら来てほしいなと思います。やっぱ6周年っていうのは私たちにとって1回しかないし、5周年も1回、6周年も1回で、やっぱり1年の中で一番大事なこう大きな節目だし、絶対に毎年、まあ、9月とか、まあ、今回10月だけどにあるコンサートじゃないですか。だからやっぱ周年だし、たくさんの方に、一人でも多くの方に迷ってたら来ていただけたらなと思います。でもまあ今ね申し込めるのがファンクラブの会員の方だからね、多分そんもう私がこれをやってても多分さもう申し込んでるよって思ってるかもしれないけどみんなね、社会人になって初めての有給使っちゃうって、じゃあ私たちがたくさんたくさん幸せにして有給使ってよかった、お仕事頑張っててよかったって思ってもらえるようなコンサートにするね。悩んでる私の友達に一言お願いします。悩んでたら絶対に来てください。絶対に10人のうち1人、あ私はこの子かもっていう子がきっと見つかるはずよかったら遊びに来てください。待ってるよ。学校サボっていきます、ありがとうありがとう。仕事休んでいく、ありがとうお仕事は前向きにサボる方向です。前向きってなんやねん。いやいやで学校サボるってあんまありがとうって私が言っていいかわかんないけどありがとう。新幹線かバスかで迷ってます、一言ください。えそれはもう本当にね、足が決めていいことじゃないかもしれないどっちだろうね。留年しそうだけど行くよってすっごい笑顔そうね、自分のお尻と腰と相談してください。飛行機ピュンと飛ぶ、両日学校終わって直行しますって。会場近くに泊まろうか悩んでますって。わかる、会場近くに泊まりたいよね。いつもなんかさ東京ドームのさ公演とかあるときにさ東京ドームに泊まってるさ、マジでさ勝ち組すぎん、あれ思わない？でさ何あのペンライトで上からなんかこうやって手こうあれ振ってくる感じ、あれ私もやりたいんだけど、私もなんか優雅にさこうやっていやあーってやりたい。あれ何ほんまに、なんなんあれ、勝ち組アピールがすごいんよほんまにさ。こっちだって勝ち組アピールしたいんですけど、貴族の遊びすぎるよねあれは、ほんまに。でもさ手振っちゃうのあれ何、あの声でイーってやっちゃうの何あれわかんない、多分振ったことあるっけな、うん、ちょっと覚えてないけどさ、うん、いや振ったことないかな、どうだろう、もう覚えてないけど、う
多分振ったことあるんじゃないかな。あ、ディズニーとかね。そうそうそう、マジ勝ち組すぎるんよ。けどさ、こっちもいい気分じゃん、ライブ終わりとか。だけど全然嫌な気持ちにならんのよ、本当に。いおりさん推しなの？もう推しがいるの？じゃあおいで。じゃあもう話は早い。カモン。ねえ。いつか東京ドーム公演をね、公演終わりにホテルの最上階から、手を振りたいなと思っております。はい、ねえ、推しいるなら迷わず go。 エリカちゃんのお友達さんへぜひ、いおりちゃんが待ってます。勝手に言う。どう、あの迷ってる方いたら、私が今ここでこれやってやる。すいません、何々ちゃんっていう人が迷ってるんで一言くださいと言ったら、何々ちゃんってメッセージ送るわ。ソイちゃんって人迷ってないから大丈夫だって、さっきコメント欄で絶対後で申し込むって言ってたもん。背中をしてあげる。東京ドームホテルで結婚式あげると恥ずかしいの？素敵じゃん。コミコミさんのお友達さん待ってます。ぜひコラブちゃんにも待ってます。6周年行くか迷ってます。結構迷ってます。本当ですか、山さん。本当に結構悩んでますか？嘘ですか？本当ですか？本当だったら私が今すぐ背中を押しますが。はい、押しました。もう申し込みましたが迷ってますが、日本語として成立してません。ちょっと違います。誰か私と連番してください。私とはどうですか？申し込みしたよって、ありがとう。泊まりで木曜日も行くか迷うって、ポン。着席したらみんな連番だと思ってる。それはそうだけど。それはそうだけど、6周年実際にライブを見てから迷う、どういうことやねん。え、最近コラボ沼ったので迷ってましたが、背中押されたので申し込みますって、マイメロちゃんが言ってる。ありがとうございます。もう一度背中を押します。マイメロだよ、マイメロちゃんに。福岡から飛んでいくんだよ。ありがとよ、ありがとよ。ハイタッチ。今この配信を見て行こうって思ってくれた方が一人でもいたら嬉しい。この配信をやった甲斐があったよって思う。九州の田舎から参戦していいですか？ダメな理由がない。一人で京都からおいでやす、おいでやす。コラボ見る機会ないんですがって、コラボ見る機会作ってくださいよ。作ってくださいよ。アンズーと連番します。あ、あんまいですか、すーちゃん。誰ですか、アンズーの。ありがとうございます。プレミアチケット当たるんですよね、どうなんですか。ですか、本当。広島から行きますよ。ありがとうございます。
誰に聞いてんねんって。壁に聞いてみたけど返答がなかったから私も分かりません。迷子になる？どういうこと？どういうこと？どこで迷子になんねん。目覚ましライブあーたれーあーたれー。京都飛んで行きたい、行きたいよ。その時はぜひお抹茶を立てていただけてもよろしいかて。この配信でだいぶ背中押してくれたからチケット応募する場合って、嬉しい場合、ありがとう場合。熊本からおいで、おいでースーパーアリーナ駅からすぐそこだよって。それな、それな。自転車参戦していくか悩んでます。自転車で現地まで来るか。あなたはどこに住んでいるんだい。初イコールラブライブが武道館だったから映画は絶対に行きます。思い出の武道館だ、君との思い出。チャリできた。横浜っていうめちゃくちゃ遠い国から行きますねって。待ってるよ。横浜、確かに埼玉と横浜は隣の隣なのか。明日お仕事頑張る、背中押して。まあまあほどほどに頑張れ。何キアラちゃんどうしたの、何してんだい。友達誘ったら有給取れないって断られたけど楽しみますって。あ、今お友達探しましょうか。私が行けたら行きますの行くパターンは新しいパターンなんだ。マッチングお願いします。あ、ご希望はご希望の年齢層、性別、などなど申し付けありましたら友達に断られてしまったので一人で行きます。お友達ここで紹介しましょうか。リサ推しですか。アンリサでどうですか。じゃあ埼玉県民なので悪周年コンサート申し込んだよーで、ありがとうありがとう。20代前半女性でお願いします。あ、該当する皆さん、該当する方こちらにコメントお願いします仕事忙しすぎる時期なのだけど来てくれようとしてるの、ありがとうね。あ、多いですよ。リンカちゃん、カピカピ、マロちゃん、多いですね。ぜひアンリサでお願いしますって。あ、アンリサ、アンリサの方該当する人ってあんのやんって。それな、あ、私もです。ちなみに私も該当します。大宮駅一つ前ですね。だってですね。はい、うるさい女です。だってあ、20代前半間違えた。あの、もう20代後半だった、死ぬ間違えた。連番お願いしますって。しほちゃんと連番してみんな。さっき言った3人、私が名前を読み上げたお三方うるさいよ勝手に。マイカちゃん推しだけどアンナさんの配信面白いのでいつも見させていただいておりまして、めっちゃ草か草ってありがとうありがとう、嬉しいよ。あんまい、うん、あんまいちゃん、
おじさん二人で行くよって、おじさんとおじさん待ってるよん。あんまい推しです。で、あんまい推しの人見つける、こっから。まあでも誰推しでもいいよね、まあ正直ね。いるかな、あんまい推し。どうだろう、今いるかわからない。あ、マロちゃんが手挙げてる。ほんとそうだ、確かにマロちゃんだって丸も2個ついてるし、あんまいだ。マロちゃんいかがですか。甘い推しです、さくらちゃん。 SSA 埼玉スーパーアリーナ推しですか。埼玉スーパーアリーナ推しですか。会場推しなんだ。会場推してる人は初めてだ。銀河推しも出てきた。会場推し珍しい。今日めっちゃおもろい、あんちゃん楽しい。あんまいもきあまいも好きって、やったー。TDC 好きって。みんなそれぞれ推してる。誰どのコンビ推しでもみんな嬉しいよ。どのコンビ推しでも嬉しい、ありがとうだよ。きっとさ、全コンビ推しがいるくない、全員につき。すごいよね、面白い。面白いよね。ね、確かに3人推しの方もいるね。みんな。ショコアン仲間。ショコアンの人。ショコアン。箱推しいっぱいいる。うん。あんまいなぎちゃん45通りあるって、うん、わかんないそれ。そういうのはわかんないけど、 A 型トリオ、 A 型トリオ、みんなが一人でも多くの方が埼玉スーパーアリーナに遊びに来てくれたら嬉しいですね。今日の YouTube 配信楽しかった。あんまり惜しい。ハーターケールンの相方はショコアンだったはずだって、アンリさん。リサ子、昨日のさ写真でなんかリサがさ福岡でさラジオね生出演してたじゃん。あれでなんかファンの方が観覧できるところあったじゃん。あれのリサの写真が特に可愛すぎて可愛かった、マジで。私の好き写真でした。だからそれをリサに LINE しました。こうやって拡大してスクショしとって送った。かわいい。ジャラマル推しです。ニャーニャー推し。嬉しい。私もあそこ行ったことあるよね、福岡の。懐かしいって思った。リサガチ、アリサを早く結婚しなって。誰だよ。観覧行ってみたいな、それな。誰とも結婚してませんけど、私。私誰とも結婚してませんけど、はい。あんまりは今でも一緒に住んでると思ってるよって。まゆかちゃんいません。すぐみんなメンバー同士結婚させちゃうんだからよ。すぐいろんなペア結婚させてるでしょね。ね、
四季の円盤くん。あんなんか彼女にしたいメンバー？わかんない、わかんない、どうしよう、彼女か、彼女は真剣に考える人自分が男の子で、彼女は梨紗、梨紗か、彼女はあとサナとか、おめでとうとは。うん、錠剤飲めないよ、大丈夫、リサにお薬飲ますの得意だから。うん、結婚となると別なの、うん、結婚したったら翔子かマイカじゃない、ひょこまい、ひとみ、らへん。しょうこはいいぞ。誰？誰？いやでも迷うな。うわ迷う、ミリニャは、どっちだろうね、彼女と、楽しい。ミリニャは彼女、いやミリニャは違う、お嫁さん、ミリニャお嫁さん、やっぱり私なんかミリニャは彼女だと誰かに取られちゃいそうって思っちゃうから、なんかこうなんだ、高嶺の花みたいな存在じゃん、だからもう自分のもう私のものにしたいから、なんか別にみんな高嶺の花なんだけど、なんか特にこうなんだろう、そういうイメージあるじゃん。だからもう私のものにしたいから、そうやっぱりお嫁さんかな。ミーニャお嫁さん、花はどっちだろう、待って、どっちだろうね、花はでもなんか守りたいって思っちゃうかも、地味に、なんか守られないけど花には、でも守りたいとも思っちゃうから、いやでもきっと、なんか花のことをこうなんか花を喜ばせたい、なんかキュンキュンさせたいって思うから、なんかまだ彼女にして、彼女をこうなんかまだピチピチのそういうなんだろう、こうなんか初々しい感じで楽しませたいってなると、やっぱ彼女かもしれない。なんで盛り上がってんねんこんなに。そうなんか付き合いたてがいい。わかる、なんかでリサはさっき言ったでしょ、彼女って言ったでしょ、なんかリサは全部をなんかリサって喜んでくれると思うし、嬉しいとかすごい言ってくれそうだから、なんかそういうのやりがいがありそう、なんか
だから彼女そう、サプライズのしがいがあるかな。でキアラはキアラはえキアラえキアラえー、斉藤さんはうん、そうですね、キアラはうーん、C って言うならそう、え、うん、子供孫、うん、斉藤さんはうん、どっちだと思いますか。皆さんはどっちだと思いますか。キアラは彼女かな、彼女かな、やっぱ。彼女ですね、キアラは。でも意外にキアラを彼氏にしたい、私は。意外に。え、キアラは絶対に優しいよ、なんか絶対に優しいと思うから。意外に、そう、長女だし、そうそうそう、意外に彼氏にしちゃいたいかも。私なんか一緒にいて楽しそうだけど、なんか自分がキアラを彼女にしたらなんかもうなんか毎日が楽しそうだから、やっぱうん、キアラは彼女だね。うん、楽しみたい、一緒に。優しいのが意外って言ってるんじゃなくて、彼氏にしたいって言ってるところの意外の話ね。そうかな。続いて誰だ、マイカ、ひとみ、ん、マイカか。マイカは、あ、マイカはあれかな、お嫁さんの方かな。でもなんかどっちがいいとかじゃないのよ、なんか彼女の方がいいとかお嫁さんの方がいいとかではないです。ちなみにどっちがいいとかじゃなくて、こう想像した時により自分の中でわーってなるなんかなっちゃっぽいよねみたいな、おーなんか一致したぜみたいな、そういうなんかイメージ、イメージの問題ですよそう、おーって、おーイメージが一致したぜっていう時のあの話なんで、どっちがいいとかどっちがっていうのは全くないんですけど、はいまあマイカはうん、きっとなんか私ができないことをたくさんやってくれそうだから、やっぱ私はお嫁さんにしたいですね。うん、なんか彼女の時はわかんない、でも甘えられたいけど、けど別に甘え、自分も甘えたいけどみたいな、どっちもみたいな、それをがお互いできる空気感でいたいって考えたらお嫁さんかな。ひとみ、さっきあのひとみ、あれ、ひとみのことさ、さっき言ってたんよね。ひとみもお嫁さんって言ってんのよ私。でもね、ひとみね、迷うかもしれない、迷ってきたけど、うん、お嫁さんかな。なんかなんだろう、こうはっきりさ絶対決めてくれるじゃん。なんかもうさ、一緒に住むってなったら、私はこれどっちがいいかな、この家具どっちがいいかなとかなっても、なんか決めてくれそうだから、やっぱそういう決断力がこう大事、共に過ごすと。だからやっぱりそういう私にないところを持ってくれてる人がいた方がいいから、ひとみはお嫁さんの方がいいと思う。でなんかたわいもない話でケラケラ
キラキラ笑っていてほしいから。続いて翔子、翔子もお嫁さん。え、でも、ま、待って、翔子も迷う。うわ、待って、翔子彼女も、あー待って、翔子彼女かもしれん。なんか愛おしいってなって彼女かもしれない。翔子を彼女にしたいかもしれない。なんかうわ、翔子は先ほどと変更で彼女でお願いします。そう、なんか翔子を笑顔にさせたいって彼氏の私は頑張っちゃう。からそう何言ってんの。いや、ほんとそれな。マジ今日の配信みんな抹消しようね。一緒になかったことにしようね。ほんとに今日6周年だから特別ね、この話してんの。いや、なんか一人向き合ったら全員向き合うことになっちゃった。はい、なので翔子は、彼女に変更させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、いおりちゃんはですね、いおりちゃんは彼女かな。いおりは彼女ですね。切り抜かれたら1ヶ月私はショールームしません。はい、いおりは彼女ですね。そう、私こんなちゃんと向き合って話してるんだから、一人ずつと。いおりは絶対になんか歩いてる時とか、なんか多分手を、彼女の間は手をつないでくれそうなんですよ、向こうから。でもでもお嫁さんにしたらなんかそのなんだろうな、彼女の時間がの方が出れてくれる気がするんですよ。わかりますか。わからないよね。でもなんかわかる。いや、これ勝手な私のあれね、思ってるだけね。でもなんか素直に彼女の時は手をつないできてくれそうなんだけど、お嫁さんになった瞬間になんかつないでくれなさそう。だから初々しい彼女のままでいてほしいから、なんか彼女がいい。そう、なんか出れてくれるいおりでいてほしいからです。共感されてんのもそれはそれでちょっとよくわからん。もう自分でもよくわからんのやけど。想像力豊かすぎだろ、みんなで。私たち最後、サナつん。サナはサナはお嫁さんかな。サナはなんか彼女なんだけど、なんか今話してきてなんかちょっと迷ってきてお嫁さんにしちゃった。なんかなんだかんだ言ってさ、やっぱりこう、まあ、一個年上のお姉さんで、そのさ、昇格とかないかな、どっちが上とかないから。なんかさ、やっぱしっかりしてるじゃん、やっぱサナって。そう、なんだろう、それこそサナも人見と一緒で多分決断力があるし、だし絶対楽しいと思うの、毎日一緒にいて。だから今日もマジでしょうもないことだったんよ多分。でもなんかサナがすっごい今日ツボで、私サナのことでめっちゃ今日笑ってたのね、楽屋で。でそうやってなんか一緒にこう夜とかにお酒を飲みながら、まあ、私お酒飲めないけど、私がお酒好きな体としたら、なんかこう一緒にお酒を飲みながら楽しく晩酌できそうだから、なんか楽しそうだなと思ったから、やっぱりお嫁さんにします。はい、なので全員決まりました。ですが
これは多分明日になったらまた考え方が変わっているし、きっと数日後に聞いたら逆の答えを言っていることがあると思います。なのでお気になさらず、適当です今日の話は。はい、アンさん、あ、私ですか、あ、私は知りません、みんなが考えてください。はい、だし今日の話はまあ言って適当に話したんで今忘れてください。皆さん忘れてくださいね、この話は定期的にやりません。やりません。コメントしてなかったけど、聞いてたけど忘れました。うん、素晴らしいです。はい、忘れられない、いいえ忘れてください。はい、適当適当、今の、あ、そうよ、切り抜きペナルティやばいよ。そうだよ、文字で書くのなんてもう禁止だからね。メンバーに言うんじゃないよ、アンナが君のこと彼女にしたいってよとか言うんじゃないよ、ほんとアンナが君のこと嫁にしたいってよなんて言うんじゃないよ、ほんと絶対に言うんじゃないよ。後からメンバーに、あんた何言ってんのって怒られるの私だから、絶対に言うんじゃないよ。みんな、そうです、レポ金です、これは。エリカちゃんの友達来ちゃったよ。本当に来ちゃったよ。いらっしゃい、6周年待ってるよ。いおりちゃんもきっと待ってる。勝手に勝手に、急に注目されてかわいそうなんだけど。怖いってなっちゃうよ、アンズー怖いって思っちゃうよ。大丈夫、怖くないよ。ぜひ迷ってたら、ぜひ迷ってたら6周年遊びに来てねっていう話をしてただけだよ。アンズーすぐ囲む癖あるの、あー、やめなやめな。やめてやめて。ウケる、囲まれに来てる。という感じで、待ってアンナ絶対今日12時までしないと思ったら、もうあと9分で12時なんだけど、どうしよう、明日早起きなんだよ絶対、知らないけど明日多分6時ぐらいに起きなきゃいけないんだよね。なんで私にショールームまだ、ね、しちゃってるね、なんか早く寝なよっていう感じなんですけど、うん、寝るよ。じゃあみんな6周年もお話し会も全部全部これから待ってるよ、待ってるよ。話し会も今申し込み中だから、ぜひ遊びに来てください。15枚目シングルもよろしくお願いします。15枚目のねお話し会もあるだろう、あるざ、あるからね。まずは14枚目ですね、受付、今はどちらもお待ちしております。サイン会もね出てるのかな、もうサイン会も待ってます。サイン会待ってるよ、撮りまして、ありがとう。なんて書こうかな。サイン会は受付いつからだ。11月に4回つめつめ草のサイン会だって、香港からって、ありがとう。来週から、来週からだって。
15枚目系統15枚目は来週からお話し会とサイン会で、今回は今日は今やってるのは14枚目のお話し会ですね。でも誕生日近くもあるからサイン会1回までしか申し込めなくなった。なんだって。私も全員なんで、あ、1時、あ、そういうこと。1時はね、なるほどね。そうだよね。確かに全然取れないよって子もね出ちゃうもん。みんなが一人でも多くの方がねメンバーのサインをもらえるように。じゃあアナノもみんなぜひ待ってます。ありがとう、取るからねって言ってくれてありがとう。あんちゃん応募するねってありがとう。 I love you。 あんちゃんはちゃんと応募しますって、絶対応募するねって申し込みます、ありがとう。じゃあ終わりましょう。あと5分で12時になっちゃう。もちろん申し込むよ。あんちゃんも応募します。2時間もしてたの？2時間近く？やばそれでは順位を読みます。13位がエリくん、12位がタスク、11位がユージ、10位がカピカピ、9位がトモ、8位がナベ先生、7位がユカリン、6位がレグルスさん、5位がマツケンさん、4位がコウセイ、3位がマナム、2位がおまめちゃん、1位がジッスンです。ありがとうございました。ありがとう。流行りに乗っておく。できてる？できてますか？はい。バイバイ。バイバイ。さよなら。